マーケットアナライズオンライン2021 11月13日土曜日夜8時開催皆様こんにちは、えー、鈴木和之,之です、えー、ただいまからあまあ恒例によりまして月が変わりまして えー、月間 MVS をお送りいたします。えー、今回は10月分です。えー、まあ波乱の10月のおまあマーケットということになりますが、まずあの MVS、Most Variable Stock、まあ月間ベースで見ていく、まあその理由ということになるわけですが、あのー、まあ7つの視点からまあファンダメンタル分析というものを行うということ、私自身心がけておりまして、えー、新しい動きが出てきて、まあそれが株価を動かすんだというところなんですが、その株。 株価そのものの動きというものが世の中にフィードバックして、まあ、逆にマーケットを通じて世の中が変わっていく、まあ、それが結局ぐる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 回りながら世の中絶対が変わっていくとそ,その辺りから株価の動きを重視して追っていきたいなという観点から作っております。 ま早速でですすが10月相場の動きでありますねこちら過去3ヶ月間の日経平均の動きですが、まあ、10月は本当に上がって下がってという、まあ、下がって上がってという形ですが、まあ、激ししい動きになりましたあの9月の末がここですが日経平均がでで2万9400円ぐらいで10月末がこの辺りでして2万8900円ぐらい。まあ結 結局わずか500円ぐらいの月間ベースではマイナスということになりますが、まあ、途中では2万7,000円台前半まで大きく切り下げるというところがありましてそこから盛り返してまいりました、まあ、振り返ってみれば8月の下旬に横浜市長選挙で自民党候補が大きく負けたあたりから日本の政局というものは揺らいでまいりました、まあ、そして解散が先か自民党総裁選が先かというあたりで議職して自民党総裁選が 前倒しになる、えー、そこで菅首相が退陣表明をして、えーまあ、出馬しないというところから大きく動き出したというところですね自民党総裁で岸田総理が決まってそして衆議院解散総選挙があって、まあ、その過程で、えー、世界中の物価資源エネルギー価格がどんどん上昇して、まあ、アメリカの債務上限問題というものがかなり、まあ、ヒヤヒヤさせられたという状況ですが、まあ、共和党が少しあ歩み寄る形で2か月間、えー、債務上限の法案が延長された。まあ、ここから少し、えー ムードが出てそして、まあ、月末にかけて、えー、衆議院選挙が行われた自民党が予想を覆して、えーまあ、単独で、えー、絶対安定多数過半数を取るどころか、えー、安定多数を取るというところになって、えーまあ、この えー、月の動きが終わったというところでですね、えー。コロナウイルスはどんどん、うん、今のところ日本国内に関しては収束していったというところですそしてまあ、そういう動きの中で10月相場ということになりますが個々の銘柄がかなり激しく上昇しています下落は下落で やっぱりそれなりに大きく動いているのですが個別銘柄の業績相場と言われる中で一つ一つの業績に反応する株価の値上がりというものがかなり激しく見られました半導体関連が随所に見られるというところでありますがそれと同時に資源エネルギー価格の上昇がそれに少しでも関連するような銘柄を大きく押し上げるという動きになっています。ますがまずトッップバッターはこちらですね ローツェです半導体設備投資関連銘柄半導体のシリコンウェハーがずっと製造工程の中のラインを流れていくそのウェハーを搬送するロボット、まあ、この搬送装置を手掛けているという要は東京エレクトロンがお客さんというようなイメージの会社ですねこれはの2月決算の会社なんですが、まあ、10月の半ばに決算発表を行いまして第2四半期が4割増益営業歴が66億円。 で通期の業績を従来100億円で見ていたものを140億円に引き上げて、えーまあ、従来見通しを5割引き上げたという状況になりました、ねまあ半導体関連株というのはそういう銘柄がすごく多いのですが、まあ、小型株、です、まあ、売り上げで大体600億円ぐらいという年間でですねそれぐらいの規模の会社がどんどん切り上げるという、まあ、これ株価、まあ、最高値更新という動きになっています。 自動化、FA、えー、まあ,あの要は DX、デジタルトランスフォーメーションが製造業の現場にどんどん浸透していって、まあ、工場の生産ラインを組み替えようという動きが活発に起こってますね。えー、今業績相場、まあ、非製造業、サービス業はやはりこのコロナ危機でダメージが大きくてまだ厳しい。しかし製造業の方が、まあ、あのコロナ危機は意外と。 心配していたほど大したことないというような見方が強くなっていますまだ業績そのまま厳しいです3月決算の会社で11月に入って第2四半期の決算発表していますが前年比マイナス -7% 営業利益ですねそれでも140億円ぐらいの水準はキープしている随分現役幅も縮まってきたというところから株価が順調にその半導体関連というところを評価して大きく上昇しています それからもう一つ三菱自動車ですね。これも収益あの今年に入って一回二回業績情報修正しています。まだまだ厳しい状況ではあるのですが、これはあのなんとかコストを削減するという動きが一方ではあって、利益ベースでは増額修正されています、えー。半導体不足で生産調整は余儀なくされているという自動車メーカーです。それに加えて、えー、10月の特徴としては円安が進行しました。まあこれ良い円安、悪い円安、ずいぶんいろんな言われ方をしましたが、アメリカ で金利がじわじわ上がっている。 上がっているどころかこれパウエル議長がの、えー、もう困,困ってしまっているという状況ではありますけどそのアメリカの金利上昇に連動する形でドル高え、まあ、それに伴う円安114円台の7年ぶりの円安というものが実現して、まあ、月の半ばぐらいから三菱自動車もそうですが自動車株全般が、うん、非常にしっかりした動きになりましたただまだ本業ベースでは生産調整の波流れの中にあるというのが現状であって厳しい動きは変わりません それかららこちらは資源株です東方アエン非鉄金属の代表格ですねこのは亜鉛と鉛の鉱山山元山をオーストラリアに持ってますエンデバー鉱山、まあ、非常に有名ななまあ、鉛鉱山ということになりますが資源を大元を持っているという企業がその価格上昇に連動して株価が大きく上昇すると動きになりました。 ただ原油価格でいうと85ドル、WTI85 ドルまでつけた段階で少し頭打ち傾向が出てきたなという動きが見られまして月の後半ぐらいからは少し株価が難聴な動きになりましたがしかし前半部分のこれ9月もそうですねそして10月も大幅高を連続しているという状況であります。それ と同時に小型成長株の流れれがしっかり続いていてますすこれ S プールですあの本業部分は収益の7割ぐらいがコールセンターの受託アウトソーシングで3割ぐらいがあの障害者の方の雇用を、まあ、推進するサポートするというビジネスが今非常に盛り上がっているという状況でありますで、まあ、さらにもっと多くの本業部分というものは広く企業中堅企業中小企業の営業活動をサポートする。 やっぱり売り上げがなかなか立たないっていう企業が多いんですね。それがこのエスプールの過去10年間ずっと成長していける。もう株価はすで、ね、に天ンがぐらいにもう十分になってるという銘柄でありますが、これが業績好調が今回も確認されて、えー、株価がしっかりした動きをつけています、えー、同じようにこれウェザーニューズですね。 これはあの今十一月に入ってまあコップ二十六がイギリスのグラス号で開催されていますが。やはりこの十月も気候変動、まあ台風の大きな波が、うん。世界中で押し寄せたということもあります。洪水も世界中でも多発したという動きがありますが。気象予報に対する需要というものが再び高まってきているというふうにも見られます。一頃ウェザーニュースは大きな成長を遂げた後に。まあ収益が少し伸びないんだという時期がありました。うん、まあ先行投資が大きかったんですね。でそして今また足元では利益成長が再び。 確認され始めたというところから新たな株価の上昇が強まっているという展開ですまあ、小型成長株があちこちで大きく上昇したというのが10月相場の特徴ですで一方で今度下落した銘柄ですね厳しかったところというのは成長期待が剥落してしまった利益成長が伸びると思っていたものが意外と伸びてないというものがこの中には数多く含まれますあとやはりこのコロナ危機で直営された銘柄が期待で 買われて少しそれが反落してしまったという動きも見られますね。代表選手はこう村田製作所です。あこれあの業績はそこそこなんですが、やはりこの世界中で半導体の調達不足というものが厳しくなっておりまして、まあクアス場ーはーね堅調、ね、に伸びていました。アップルの i p h o n 新型 iPhone iPhone 十三 iPhone t h i r t e e がまあ伸びるだろうというふうに見られていました。そのアップル自身がその半導体がなかなか調達が難しい。 ということもあって、その iPhone 13の生産調整を発表しました。世界中で9000万台作ると当初見ていたものを8000万台に引き下げた。まあそのあたりからアップル関連銘柄と言われるものが少し軟調な動きになっちまった。村田製作所はその代表選手、まあセラセキソミックコンデンサー大手ということになりますね。それからこちら。 RPA ホ、えールディングスこれもご存じの方多いと思いますが、えー、ロボティクスロボットを使った事務の合理化、えーまあ、これ事務作業をバルクでアウトソーシングで、まあ、受託するという会社ですね、まあ、これが期待値が非常に高かった小型成長株の一角ですがこれはその業績の下方修正というものが出ました、まあ、先行投資の負担がやはり相当強いということもありますが、まあ、従来、えーまあ、当期純利益を15億円で見ていたもの11億に引き下げたところから何年かか

えまあ、これも成長企業の呼び声の高いい銘柄ですす保保育所保育所園を展開していますこれはコロナ危機で緊急事態宣言が、うんまあ、あってまあ10月から緊急事態宣言は解除されたのですがえ、まあ、お母様方が、うんまあ、親御さんがお子さんを保育園に預けない預けるのをちょっと控えておこうという動きがかなり強く出てしまっていると、まあ、あの岸田政権は、まあ、子育て重視ということを強くうってはいるんですが子育て支援策が出てくるという期待値で岸田政策関連銘柄というのも もこの子育て関連で随分、えーうんまあ、取り上げられたりしたんですが実際に足元の業績が厳しいというところから売られてしまった。 もう一つこちら高島ですねもう経済再開期待で緊急事態宣言がどうやら解除されそうだ日本国内の新規の感染者数が急減しているという状況で期待からずっと変われたんですがいざ緊急事態宣言が解除されてみると思ったほど人々の出足消費の出足というものは良くないというので期待、まあ、が白落してしまったということがありますねただそれも10月の末ぐらいから少し盛り返しつつあるというのが、まあ、次、11月につながっていく。 えー、以降お,お楽しみ、えー、TOBECONTINUED ということになりますね。以上月月の月間をお送りりいいたたたしししまましありがとうございました